今からご飯を食べに行きます。はい、 BTS のオーグッド行きます。 BTS のオーグッド行きです。こんな感じやな、ふーちゃん。よし、じゃあここからタクシーに乗ってね、オーグッドの沿い、44にあるディラップスーンという洋服店に行きたいと思います。はい、レッツゴー。捕まえたんで、行きましょう。一代目分からへんって言われたけどな。二代目はなんか無視されたし、三代目でやっと楽しみやね。じゃあ行きましょう。はい、到着。到着しました。はい、ギラプスーン到着しました。これ地元のタイ人にすごい人気のね、お店で TJ チャンネルがバンバンバンゴクのヒロさんとコラボしてたお店です。じゃあ早速ね、中に入って食べましょう。はい、雰囲気を暗いけど見えるかな。こんな感じでね、ナワワンドの演奏もここでやってる。ティーラップスン到着。じゃあはい、乾杯。乾杯。乾杯。アロイアロイ。ね、DJチャンネル見てね。行きたいって思ったから来ました。ねえ。初めてね、多分スワロンハイ超楽しみ。ヒロさんと TJ が超美味しいって言ってたから楽しみです。はい、サムタムタイ。辛そう。食べてみる、ふーちゃん。タイ代表する料理やで。タイ人みんな大好き。タイ人みんな大好きやのに。タイ人が声なく愛してるソムタム。いただきます。ピーナッツの歯ごたえがなんかもう抜群の相性。うん、マジで辛いです。熱いとこあんまり上がるじゃん。これ辛いけど、アロイアロイ。バンバンバンゴクのヒロさんが超おすすめしてたやつ、あの動画見て食べたくなったから、わざわざアイティラップスまで来ました、ね、ポテトも入ってるし。何これ、お肉、牛肉。そうだ、バネっていうやつのハウス。酒のあてに持ってこい軟骨の唐揚げみたいな。ちょっとピリ辛で大人っぽいやつ。ちょっとね、軟骨の唐揚げ。はい、OK。 これね、スワロンハイ。スワロンハイ。スワロンハイ。これはバンバンバーゴクのヒロさんがこれを食べてボクロンハイっていうギャグを編み出したっていう伝説の食べ物。
伝説の台湾マン。まずこのままじゃあもう。牛肉だね、牛のね、うん、美味しい、うん、次タレをつけてタレをつけてね、これタレつけたらめちゃくちゃうまそうやな、やばっ、ちょっとタレがタレめっちゃ辛い、タレが辛い、辛いと思っためちゃくちゃうまいです。うまいですか、あのやろ、野菜入れて、おう、あ、あのさ、冷たくちゃう、混ぜられんかった、入れる前に混ぜなかった、混ぜて、そこでいいの、混ぜてから、あー、入れる、あー、やばい、全然違う食べ方してる、わからへん、じゃあそうやってさっき具材を全部混ぜてお鍋に入れるみたいです。皆さん気をつけてくださいできました、あ、辛いタレ若干入れてます、これね、いただきます、あろいあろい、日本の皆さんにおすすめできそう、初めてのサボタルと、あろいあろい、あ、おいしい、いける、酸味が、酸味あんねん、爽やかでおいしい、トマトもいっぱい入ってるし、食感もサクサクして、サクサクやろ、あ、おい、スワロン、はい、タレはつけない方がいいです、サブ、そうだ、美味しいよね、ちょっとニンニクが効いてる、あらあら、あれあれ、このタレめっちゃ辛いからほんまにやばいな、あ、殺人的、辛さに強くない人はいいよ、食べてみて、これめちゃくちゃ辛かったね、ほんま辛ラーメンの10倍ぐらい辛い、これとこれ一緒に食べたらあろうやろ、あれあれ、やってみて、お皿あるし、皿どう、辛い、アロイ辛い、アロイ辛い、これとこれをパパイヤをね、こうのして、うん、おいしい、やっぱりおいしい、スワロンハイとソムタンハイ、めっちゃ美味しい、最後まで、最後までご視聴ありがとうございました、はい、皆さんタイに来る際はぜひティラップスに行って美味しいご飯を食べてみてください、ぷかぷかぷか、ありがとう、ありがとう、チャンネルずっと見てね、バイバイ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします、バイバイ、バイバイ。Big one G! Big one G! Big one G! Big one G!